あの宮崎駿はですね。ルパン3世っていうのを徹底的に改造しようとします。フランスの貴族からイタリアの貧乏な若者っていう風に話を入れ替えちゃうんですね。で、その時にルパンが乗っていた車が。 このベンツ SSK っていうのはですね、まあ、めちゃくちゃ今高いんですよ。こんなのに乗ってるはずがないと。ルパンっていうのはこういう贅沢を散々やって、もう飽きてると。ルパンが乗ってる車なんて動けばいいんです。それがいいですって言って、窓の外にたまたま駐車していた大塚康夫さんのですね、愛車のですね、<laughs> フィアット500を指さして、あんなポンコツの車がいいです。<laughs> 宮崎さん、あれ俺の車だよ。 ようやっとテレビ版のルパン三世が動き出しました。で、宮崎さんはですね、ルパン三世、興味はあるんだけど、まあ自分の作品じゃないというふうに思ってたんですけども、大隅さんのですね、お先に言った大隅正明さんという人の監督でルパンが始まりました。大隅さんのですね、やりたかったルパン三世、テレビ版のファーストシーズンのルパン三世ですね、白家世代の人物というふうにキャラクター設定されてます。で、どういう意味かというとですね、ルパンはフランスの貴族の末裔なんですね。 おじいちゃんのルパン1世が大泥棒アルセーヌ・ルパンでですね大金持ちなんですよでこの莫大な資産を受け継いでるからですね実は泥棒なんかしなくても構わないそれよりは退屈しきってるから遊びたいと泥棒が失敗しても全然気にせずにあーと笑ってて女だギャンブルだ酒だっていうふうなその日その日楽しいことにもう老けてるっていうのを大角さんが提案しましたこれはですねあのスポンサーにもようやっと受けられたんですね なんでかっていうとですね、スポンサーとして決まったのがですね、あの、咳声喉に浅田飴で有名な浅田飴だったんですよ。で、浅田飴としてはですね、まあ、まあまあなんか、お菓子会社か製薬会社かってまあ製薬会社なんですけど、浅田飴としてはですね、自社が提供するアニメーションで泥棒が主人公で、毎回物を盗むというわけにいかないんですね。なので、ルパン三世で泥棒なんだけども、まず人を殺すのはやめてくれと。で、次に、 物を盗むのもやめてほしいっていうことだったんです。なので、ルパン3世は泥棒するんだけども、毎回失敗するとかですね、意味がないものを盗もうとするというふうなことになっちゃったんです。だからこれがこのテレビ版のルパンの初期設定で、それがね、未だにこう続いてるは続いてるんですね。だから、ルパンってシリーズでなんか泥棒なんですけども、ほぼ、 泥棒が成功したシーンがあまりないと。オープニングでなんかこう宝石持ってヘリコプターにバラバラバラって乗っているんですけどまああいう瞬間はあるんですけども、大体いい成功しないかなんかっていう回になっているんですよ。そういうふうな構造になってるんですね。でも、それでも構わない。なんでかっていうと、貴族の末裔で財産がもうごちゃっとあるからっていうのがルパン三世です。なので、 この時にですね、描かれたルパンは、あの、ちょっとね、あの、僕が思ってる絵が見つからなかったんですけども、ルパンを作るにあたって巨人の星のスタッフをそのまま連れてきたんですね。 なので、大塚康夫さんはめちゃくちゃ苦労します。なんせ巨人の星をこのあの、昨日まで書いた人だから、みんなこう、まっすぐ立っちゃうんですね。で、ルパン3世、そうじゃないです。あの、体の重心を崩してくださいって言ったら、必ず片一方の足だけに重心を置いて、こんな感じで、斜めに立っているような感じでお願いします。ほっとくと、とにかく巨人の星のスタッフは、まっ直ぐすぐスッと立ってしまうから、そうじゃなくて、こう、ぐにゃぐにゃっと曲がりくねったような感じで、 あの椅子に座ってる時もまっすぐ座るんじゃなくて必ずこういうふうに崩してくださいっていうふうにもうくどいほどくどいほどお願いしてですねアニメーターに書かせてるんですねそうやってなんとかそのルパン三世っていうのをですねテレビのアニメでやって放送したんですけどもさっきも話しました通りです当時面白いアニメだったら40%なんですよ で、つまんないアニメでも当たり前のように20%を超えた時代に、ルパン三世第1話の視聴率9%だったんですね。で、回を追うごとにさらに落ちて6%になるんですよ、<laughs> 第2回か第3回で。 で、これにはですね、その、大人向けのアニメを作ろうというふうに意気投合していた広告代理店がまず最初に文句を言って、次に、ね、朝だめもなんだこれはというふうなことになって、大隅さんを呼んでですね、対策会議を開きます。ところが、監督の大隅さんはですね、いや、最初から話してる通りだと、これは大人向けのアニメなんだからと、大人はそんなもともとアニメなんか見ないからという事情があって、9%も全然構わないというふうに言うんですけども、 スポンサーも局もそれでは納得しないというふうなことで、大角さんはです、ね、怒って、それ以降、打ち合わせに一切参加しなくなりました。つまり、第6話から第7話あたりで、事実上監督が不在の状態になってしまったんですね。で、そこで監督のですね、藤森さんが目をつけたのが、宮崎駿と高畑勲ですね。ちょうどその時にですね、長は、あの、長靴下のピッピの原作者から脳、NO、が出て,いてですね、まさに東京ムービーっていうのはですね、倒産状態にあったんですね。 準備に3年間もかけたルパン3世がですね、まず視聴率6%になってしまった。長編としてやるはずだった長靴下のピッピがですね、原作者の脳が出たと。どういうふうにすればいいのかわかんない。とりあえず何とかするしかないというふうなことで、高畑宮崎をですね、無理やりルパン3世第1シリーズのですね、テコ入れとしてですね、入れます。多分あの、視聴率を取るための テこ入れとして、歴史上一番向いてない二人だと思うんですけどですね。<laughs> 入れられたらですね、その、まあまあ、二人とも真面目だからですね、あの、仕事するわけですね。あの、宮崎駿はですね、ルパン三世っていうのを徹底的に改造しようとします。 どんな風に改造しようとするのかというと、フランスの貴族というのをやめるんですね。金持ちで退屈してるから盗みを遊びでやるというルパン三世の設定をきれいに入れ替えて、なんかこのなんか面白いことはないのかという風うに目を魚つかせてるイタリアの貧乏人、フランスの貴族からイタリアの貧乏な若者っていう風うに話を入れ替えちゃうんですね。で、その時にルパンが乗っていた車が、こ第一シーズンですね。これあのベンツ SSK っていうですね、 あの、自動車なんですけども、えー、このベンツ SSK っていうのはですね、まあ、めちゃくちゃ今高いんですよ。今というか当時からも高いんです。で、なんでかっていうとね、確かね、30台ぐらいしか、あの、作られてないんですね。で、30台ぐらいしか作られてなくてですね、で、おまけにこのルパン3世が乗ってる SSK はですね、フェラーリの12気筒のエンジンを積んでるんでですね、 エンジンの価格を含めたら大体15億円ぐらいする自動車なんですよ。こんなのに乗ってるはずがないと。ルパンっていうのはこういう贅沢を散々やって、もう飽きてると。 散々やって、もう飽きてるから、ルパンが乗ってる車なんて動けばいいんです。それがいいですって言って、窓の外にたまたま駐車していた、大塚康夫さんのですね、愛車のですね、<laughs> フィアット500個を指差して、あんなポンコツの車がいいです。<laughs> 宮崎さん、あれ俺の車だよっていう、ね、やりとりがあって、結局この車になったんですね。なので、ルパン3世シーズン1の第16話はですね、宝石横取り作戦で、これあの、藤子が乗ってきた車を、 最後逃げる時にルパンがそのまま乗ってきて、以降ルパンの愛車ということになるんですよ。だから、あの別にフィアットってカリオストの城から使ったんではなくて、ルパン第一シリーズでですね、すでに1971年の段階で宮崎駿が手こ入れの時から、もうルパンの愛車はこれだと。いつまでもなんか高級な酒を、シャンパンを飲んで、世界に何台しかない名車に乗ってっていうのはダサくてしょうがない。そうじゃなくてこういうのに乗っててハングリーなルパンっていうのを書きたいというふうなことで、 ルパン三世っていうのは路線変更することになったと。でも元々の貴族の設定も残ってるから、第一シーズンはそれが何かね、うまいことごちゃ混ぜになって不思議な魅力になってた。 っていうことなんですね。まあ、宮崎駿は当時ですね、ワルサー P38 という拳銃なんて、ドイツ軍の正式な拳銃だ、イコール何十万兆何百万兆も使われてんだと。そんな量産品の安物の拳銃を使ってるのが貴族であるはずがねえだろうと。<laughs> フランス人だったらワルサー P38 使うなよっていう、というようなまあまあ文句をつけながらですね、この、 あと、その人物に深みがないというのもですね、すごい宮崎駿は攻撃しました。ルパン三世というのはもともと大隅さんが考えたんではですね、トムとジェリーだと言ってたんですね。トムとジェリー仲良く喧嘩しなで、ジェリーというネズミが逃げて、トムという猫がムキになって追いかけると。だから、ルパンが逃げて、銭形がムキになって追いかけるっていうコメディーをやろうとしたんですけども、宮崎駿はこれも大嫌いで、 もう、そんな当たり前のことを今更やってどうするんだと。それでテレビシーズンが何本も作れるかと。そのもう5分のアニメ1本や2本だったともかく、トムとジェリーで、俺や高畑勲が青春を燃やすことができるはずがないっていうふうに言ってですね。<laughs> この辺ですね、その人物に深みがないからとか、単なる追いかけっこはダメだっていうのは、カリオストロの城ではなくてですね、すでに1971年の段階で宮崎駿はすごく強く主張してたんですね。